トット・パホルは、スロベニアの政治家。2012年12月より、同国大統領を務めている。また、2008年11月から2012年2月まで、同国首相を務めた。社会民主党代表と国民議会議員を長く務め、2000年から2004年にかけて国民議会議長であった。2004年には、 欧州議会議員に選出された。2008年の国民議会選挙で社会民主党が勝利を収めると首相に任命された。経済危機と政治的緊張のさなかの2011年9月、パホル政権の不信任決議案が可決された。2012年2月にヤネス・ヤン社が引き継ぐまでパホルは暫定首相として職務を執行した。2012年6月には 主に儀礼的な役職である大統領への立候補を表明した。12月2日の決戦投票で投票総数の3分の2を得票し、現職のダニロ・トゥルク大統領を下した。スロベニアの史上最年少の大統領であるとともに、国民議会議長、首相、大統領の3つの要職を務めた唯一の政治家である。ユーゴスラビアのスロベニア社会主義共和国ポストイナに、 生まれ、ノバ・ゴリツァで、幼少期を過ごした。後に、近くのシェンペテイル・プリゴリツィの町に転居した。幼くして、父を亡くし、母のイバパ・ホル・マルテランツに育てられた。1983年にノバ・ゴリツァ高校を卒業後、リブラナ大学に進学、社会、政治、ジャーナリスト学部で、公共政策と政治学を学んだ。非同盟諸国間の平和交渉に関する論文を、 表し、1987年に卒業した。学士論文は、スロベニアの学生に贈られる最高の学術賞であるプレシェレン学生賞を受賞した。スロベニアの新聞によると、学品を賄うため学業の傍らモデルをしていた。パホルは、高校で、すでに政党活動に参加していた。15歳の時、共産党青年部であるノバゴリツァの、 スロベニア社会主義青年同盟の高校生支部委員長になった。大学生でスロベニア共産主義者連盟に入党した。1987年にはスロベニア社会主義青年同盟の大学支部代表に立候補した。この内部選挙は民主主義の原則を貫いて組織されたユーゴスラビア初の選挙という点で重要であった。選挙で 同盟員らは対立する二つの陣営のいずれかを自由に選択することができた。パホルジニエはリベラル派の票を逃して敗れた。選挙後、青年同盟は共産党の政中から抜け出し、1990年にスロベニア自由民主党を結成した。この転換の中でパホルは共産党中央に残り政治経験を積んだ。1980年代末、パホルは ミラン・クーチャンやツリル・リビチッチなどの共産党、改革派の有力な支援者として、頭角を表した。1988年春から夏にかけて、いわゆるリブラナ裁判に橋を発した、政治危機の最中共産党幹部に昇進していたパホールは、スロベニアにおける党の一党独裁の法規を提案し、本格的に政治多元主義への党を開いた。1989年、 パホルは今や共産主義の指針を逸脱していた共産主義者青年同盟に対抗するためスロベニア共産主義者等の青年部として民主フォーラムを共同で創設しその議長に就いた。同年に史上最年少でスロベニア共産主義者連盟中央委員に任命されてもいる。 1990年にはベオグラードで開かれたユーゴスラビア共産主義者同盟の最後の会議にスロベニア代表団として加わった。1990年4月に行われ共産党がデモス連合に敗れたスロベニア初の自由選挙でパホルは共産主義者連盟民主改革党から立候補し国会議員に選出された。党内ではミラン・バラジツと共に 共産主義の過去との決別や本格的な自由市場経済の導入、さらにはヨジェプチュニクのスロベニア社会民主党との合流を提案する改革派の代表格として台頭した。1990年代を通じて党への支持が弱まり続けるのに反比例してパホルの地位は上昇していった。1997年第三の道中道主義プラットフォームの代表になった。 1997年、パホルの社会民主党一リストと、スロベニア自由民主党、スロベニア国民党、年金生活者等の間で、左派政権発足に向けた動きがあった。パホルには、外相のポストが当てられたが、国会内で多数派を形成できなかったため、この試みは挫折した。これに代わって、自由民主党が、保守党のスロベニア人民党と、 中道主義プラットフォームに立脚した連立政権を組織し2000年まで続いた。パホルの社会民主党はいくつかの重要な決定において政権を支持することもあったが引き続き野党にとどまった。2000年パホルの社会民主党とヤネスドルノーシェクの自由民主党は連立を組んだ。パホルは国民議会議長に選出された。彼にとって当該で 初めての住職であった。特定の党派に偏らない、恩健な議長としての姿勢は、中道右派の野党からも尊敬を受けた。国会議長として、パホールは死去した、反共産主義の政敵オジェプチュニクの記念式典を行うため尽力した。これには、当初、与党左派連合の急進派の反対にあった。一方、党内では、スロベニアとナトウとの関係をめぐって、 サハと衝突した。1990年代と2000年代を通じて、パホルは、サハと対照的にこの軍事同盟へのスロベニア加盟を強く支持し続けた。2004年6月、パホルは、社会主義政党のグループから、欧州議会議員に選ばれた。欧州議会では、予算関西委員会に所属し、フランスとオランダが、 EU の新たな基本条約批准を拒否した時には憲法委員会でリスボン条約の交渉に当たった。同年10月、スロベニアでは中道左派連合がスロベニア民主党他の右派連合に敗れた。ヤネス・ヤン社の中道右派政権が発足するとパホルは自由民主党のアントンドップ代表と意見を交換し、新政権に対峙する野党としての戦略を練った。まもなく、 親愛なるトネと親愛なるボルトの討論として国民に知られるようになった。この協議でパホルはより建設的な野党を目指した。2006年、社会民主党は与党連合と経済改革政策における協力の合意に達した。自由民主党が分裂する中、2007年に社会民主党はスロベニア第二の政治勢力になった。このためパホルは 野党の左派の非公式の代表となった。同年、パホルは、世論の支持を背景に、大統領選への立候補を考えた。しかし、党の要職にあることから、ダニロ・トゥルク候補を支持し、自身は2008年の国会議員選を指揮することになった。自らの政権の改革計画を説明するパホル2008年11月から2012年2月にかけて、パホルは、 首相を務め、社会民主党と自由民主党、ザレスからなる連立政権を率いた。世界的な経済危機に直面して、政権は経済改革を格作したが、野党指導者のヤネスヤン社と2011年の国民投票の反対にあった。他方、ユーゴスラビア解体後に浮上したクロアチアとの国境問題に関する仲裁合意のための国民投票では、 賛成が多数を占めた。連立パートナーとの緊張は2011年に頂点に達し、年金生活者民主党が4月に、ザレスが7月にそれぞれ政権を離脱した。野党は政権の腐敗と誤った経済政策を問責した。数人の大臣を失い、世論の支持も離れつつある中で、パホルは国会に新任投票を委ねた。9月20日。 国会は不信任決議案を51対36で可決し、政権は倒れた。パホルは苦い思いなど感じない。国民とスロベニアの将来を固く信じていると述べた。憲法の規定で国会は30日以内に新しい首相を選出しなければならなかった。これが行われない場合、大統領が国会を解散し、選挙が前倒しで行われる。ほとんどの政党が 新政権の成立よりも早期の選挙を望むとの声明を発表した。首相在任中の2011年12月1日、政府の非公開会議の模様を録画した数本のビデオクリップが YouTube にアップロードされた。2011年12月4日に行われた選挙で、党は国会における議席を2008年選挙の29から10に大きく減らしたが、パホルは 結果について非常に満足していると述べ、党は私の予想以上の票を得たと語った。12月19日、中次園で入院していたパホールは国民議会議長への立候補を表明したが、2度の投票結果が思わしくなかったため撤回した。2012年6月、パホールは社会民主党代表の再選挙に立候補したが、イゴルルクシッチに僅差で敗れた。 同時期の党の会合では大統領選への立候補の意向を示した。数日後、党と新代表は正式にパホルを大統領候補とした。9月には中道派連立政権の一翼を担う中道の市民リストも大統領選でのパホル支持を表明した。2012年大統領選挙の決選投票でパホルは67.4%、 対立候補のダニロ・トゥルクは32.6%を獲得し、パホルが勝利した。選挙結果が明らかになると、パホルは繰り返し、これは始まりに過ぎない、何か、新しい、新しい希望、新しい時代の始まりだと言った。人々の信頼と尊敬と寛容が必要であると強調し、 選挙戦で約束したことを守り、国が直面している問題の解決に当たると述べた。2017年10月22日に投開票された2017年大統領選挙の第1回目投票では47.1%の票を獲得し1位となり、11月12日の決選投票では52.9%を獲得し、再選された。 2019年10月22日の即位冷静殿のギニスレ列シ、翌23日には、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。妻とニャーペチャルとの間に一難ルカがいる。スロベニア語に加えて、英語、フランス語、イタリア語、セルビア語、クロアチア語に堪能である。ありがとうございます。